また尿中にアルブミンっていうのがあって、そのアルブミン尿のアルブミンの尿の量ですね、アルブミン尿が出れば出るほど奥に行きます。腎臓の機能が悪くなればなるほど左に行きます。そのようなこの図を作った時に、アルブミン尿が出れば出るほど腎機能が悪くなればなるほど心臓のイベントが増えて心臓の病気で亡くなるようなデータも出てきます。もちろんこれであくまでも統計ですので当てはまらない方もいらっしゃいますが、まあそんなような感じで尿にアルブミン尿が出てる段階、早めに介入してできるだけ可逆性で戻る時期の時に対応して治してあげた方がいいというのが分かっています。で、言葉の定義ということはね、次の、ね、言葉の定義をちょっとお話しさせていただきたいです。これ慢性腎臓病、慢性腎臓病って、定義をするのは昔は慢性腎不全って言ってたんですね。僕は研修医のことはそんなに言ってました。いわゆる腎不全というと、まあ、どれぐらいのラインかっていうと、この糸球体ろ過率っていう GFR っていう数字ですね。皆さん血液検査とかをかかりつけの先生にしてもらって、じゃあこれ検査結果ねって渡していただくと、腎臓の数値クレアチニンっていう CR って書いてあるところのすぐ近くに GFR っていうふうに書いてある項目があると思います。 GFR って何だっていうと、糸球体ろ過率っていいます。グロメルロフィルトレーションレートですね。その前にちっちゃな E がついている場合がありますが、 EGFR っていうのが推定の糸球体ろ過率っていう形で、その数字がここに当てはまります。その数字が60を切ったら立派な腎不全です。で、その数字がどれぐらいのエリアにいるか、そして先ほどから言っているお小水に混じっているアルブミン尿がどれぐらいかっていうので、このマス目になっている表があって、どれぐらいの腎臓の病気の重症度かっていうのが分かります。で、日本腎臓学会や日本糖尿病学会、そして日本医師会、そういうところが提携しまして、まあとりあえずこの赤いところは腎臓専門医に早く見てもらいなさいよなんていうことを3年4年前ぐらいに提唱しました。意外とここに引っかかる方って多いです。なのでもし何か自分が引っかかるななんて思ったら、紹介状とか書いてもらうの面倒くさければ直接来ていただいて構わないので、私どうも来てください。検査してご説明しますので、やっぱりそういうふうなところに引っかかる方っていうのは、まあ今すぐどうこうなるわけではないんですが、もしかして早めに介入したら悪くなるのを防げる可能性もありますので、そういう段階で早めに1回腎臓内科医の診察を受けることをお勧めします。で、もう一つ言葉の定義です。3つ目なんかちょっと難しい BKD っていうの、最近結構流行りなんで医者の間ではよく言われる単語になります。 BKD、これの次のスライドになりますね。ダイアベティックキロニンディジーズ、これなんかさっきの糖尿病性腎症とどう違うんだって話なんですけれども、これ後でじっくり読んでいただければいいんですが、糖尿病性腎症の中に高血圧を合併していて、もしくは他の病気を合併していて、腎臓が悪くなった原因が糖尿病なのか何なのかわからない方っていっぱいいらっしゃるんですね。多分この中にもいらっしゃると思います。血圧がちょっと高くて糖尿病を持ちな方、それでちょっと腎機能が悪いかな、そういう方はじゃあ腎臓が悪くなった原因何なのって聞いても、じゃあ糖尿病もあるけど高血圧もあるからな、さっき冒頭にお話した透析患者さんの原因疾患ですね、最近は1位は糖尿病ですけど2位は高血圧になってきました。なんで腎臓が悪くなった原因っていうのは厳密に調べると分かることもあるんですが、調べて分かんないこともあります。なのでそういうのをひっくるめて
糖尿病性腎臓病って言いましょうっていうふうに3年前に糖尿病内科の学会と腎臓内科の学会で取り決めをしました。なのでこれは今私たち医者の業界では、当たり前の単語になっています。ただ一般的にはあまり浸透してないので、まあ、DKD って何だろうなっていう話が出てきちゃいますが、もしかしたらこれからいろんな本とかの中でお見かけするタイミングが増えてくるかもしれないので、覚えておいていただけるといいかもしれないですね。でちょっと戻りますけれども、このさっきの図のところですね、赤とオレンジと黄色と緑です。これ日本大学の教授の阿部先生っていう先生が書いた論文なんですが、この青い点点点点と黄色の点点点点、こう2パターンこうありますが、この青い点点点点っていうのは尿タンパクがいっぱい出る方ですね。今まではこういう方がいっぱいいらっしゃったんです。これが糖尿病性腎症です、いわゆる。なんですが、最近は糖尿病の薬、高血圧の薬がすごい進歩して、腎臓から尿タンパクを漏れる方が減ってきたんですね。ないしは先ほど言った DKD という高血圧の要素がかなりウエイトが高くなってきて、現実に糖尿病だけで腎臓が悪くなったって言い切れない方が増えてきました。そういう方は尿タンパクそんなに出ないので、尿タンパク出ないままどんどん悪くなっていって透析になってしまう。いわゆるこういうパターン、高血圧のパターンなのかどうなのか分かりませんが、そういうパターンが最近増えてきていると言います。そういうのもひっくるめて今お話しした DKD、 ダイアベティックキドニーディセーズという単語が出てきているということですね。ちょっと分かりにくい、ご説明になっちゃいましたが、そんなような形で言葉の定義ですね、糖尿病性腎症、糖尿慢性腎臓病、そしてダイアベティックキドニーディズ、まだ糖尿病性腎臓病というのがいろいろありますので、皆さんが厳密に気にする必要がないかもしれませんが、いろんな単語が出てくるのでちょっとご注意いただければなというところで頭の片隅に置いておいていただければと思います。で検査結果から分かること、この項目まで行っちゃいましょうか。健康診断を受けると、お小水の尿底性っていうのを検査することがあります。いわゆるタンパクプラス、鮮血プラスというやつです。で皆さんその結果を持って、腎臓内科に受診してくださるんですが、二次検査として私ども検査したら、大体の人は、大丈夫だよって結果になります。ただ大丈夫だよって言われても、一応受けていただくのは受けていただいた方がいいと。でそのタンパクプラス鮮血プラスっていうパターンである程度病気が想定できたりします。なんでそういうのも私たち腎臓内科医の仕事ですので、遠慮なくご相談いただければと思います。でこれは琉球大学の井関先生という先生のデータなんですが、もう20年以上前のデータなんですが、先ほどからディオアルブミン尿、アルブミン尿、アルブミン尿と言ってますが、いわゆるタンパク尿ですね。タンパク尿のタンパク尿っていうのが出てるだけで、10年後に透析になる確率がだいぶ高くなる。これは覚えておいてください。血尿っていうのは、このオッズ比っていうのを取ってみると2.3っていう数字なんですが、それよりはるかに多い。タンパク尿が出てるだけで 14.9 倍透析になりやすいんですね。なのでタンパク尿っていうのは減らしていく必要がある。そんなようなデータになります。じゃあちょっと症例のお話を少しだけさせていただきたいと思います。65歳の男性、健康診断でクレアチニンという腎臓の採血の結果 1.4 でした。尿タンパク2プラス、鮮血マイナス。男性の場合クレアチニンという数字は 1.1 が上限であることが多いです。施設によってちょっとずつ違うんですよ。だいたい 1.1 です。なので 1.1 よりちょっと出てる。腎臓の機能どれぐらいだと思います？
これ実はですね、こういうクレアチニンからの推定値、日本人の表がありまして、先ほどの症例を表に当てはめますと、ちょっと見にくいと思われます。eGFR40.5 というところに当たるのが邪魔ですね。eGFR というのは先ほどお話しした、お小水をろ過するろ過率です。ろ過率、一応成人男性だと 60% 以上、60以上が正常です。でもだいぶ下がってです、40.5。で、これ色見てください。黄色のとこです。黄色のとこ、上の方を見てみると、白い部分、水色の部分、黄色、オレンジ、赤です。まあ、だんだん悪くなるにつれて赤色っぽくなってくるんですが、もうだいぶ3段階目なんですね。クレアチニンがちょっと上がってるだけでももう3段階目に入る。なので、クレアチニンっていう血液検査の数値はだいぶ鋭敏な指標だと覚えておいてください。で、もしこの数値が女性の検査結果だったとしたら、eGFR は 29.9 になります。つまりもう4段階目に入っています。これもちろん個人差がありますし、クレアチニンっていう血液の検査の結果は、筋肉量に少し比例するところがあるんで、すごい筋肉トレーニングをする方なんていうのは、この数字がちょっと高めに出るので、完全にそこで腎機能を推定できるわけではないんですが、まあ少しクレアチニンが高いだけでも、こういうふうに腎機能がだいぶ落ちているっていう認識をしてください。でもう一つ40代の女性のお話をしたいと思います。これ実際に私の患者さんです。多分皆さんがよく主治医の先生に聞くであろうことをお話しします。血液検査の結果で、尿タンパク2プラスでした。また次の時に測ったら尿タンパクプラスマイナスでした。これどっちの尿タンパクが多いと思いますか、皆さん。多分皆さんプラスマイナスだとちょっと一安心して、2プラスだと、2プラスだからちょっと心配と思われると思います。なんですが、これ実は同じです。なんで同じかっていうのは、よく見ていただくと、ここに比重っていうのがありますね。腎臓っていうのは、体の中の水分のいらない分をお小水として出すんですが、そのお小水に毒素を溶かして出します。当然、タンパク尿とかもそこに溶かして漏れ出ちゃうんです。溶かして漏れ出ちゃうんですけども、そのタンパク尿の出てる数値、ほとんど一緒なんですね。これは右側の方はいっぱいお水を飲んでおしっこが薄い場合、左側の方はお水飲まないでおしっこが濃くなっている場合、これ両方とも出てるタンパク質の量が一緒なんです。もう今日一番これを皆さんにお伝えしたいなと思っています。尿検査を見た時にプラスいくつとか1プラス2プラスって出てきますが、あんまり気にしなくていいです。大事なのは、僕ら腎臓内科医が測るこの実際にどれぐらい尿タンパクが出ているかという部分です。なのでもちろん尿タンパク1プラス2プラスある程度推測できるんですが、あくまでも参考値にすぎませんので、あんまり深く考えずに、まあちょっと主治医の先生の指導を聞いていただければいいかなと思っています。で、この 0.36 とか 0.39 って書いてあります。単位がちょっとよくわかんない単位、グラムパーグラムクレアチン、これが今日のテーマの一番大事なところですね。おしっこの検査をしたときに、タンパク尿、タンパクがどれぐらいの濃さで出ているかっていうのを調べますが、それを標準体型の人に換算して計算します。このクレアチニンという数値がおしっこにも出てくる。このおしっこに出てくるクレアチニンという数値と尿タンパクの量を割り算してあげると推定のタンパク排泄量というのが分かります。私たち腎臓内科医はこの数値を一番大事にします。片っぽの尿タンパク定量がどれぐらいだとか尿クレアチニン定量がどれぐらいかっていうだけでは評価ができません。
この両方の数字が必要で、おそらく血液検査や尿検査をしたときに主治医の先生はこの両方の数値を測ってくれていると思います。でこれを割り算することによってどれぐらい尿タンパクが漏れているかということが分かってきます。まあ、それに伴ってこの表に当てはめてかかりつけの先生からちょっとこれぐらいと尿タンパクが出ているから、じゃあ受験医大に紹介しよう、再生医大に紹介しようっていうふうになってくるわけですね。3つ目の症例ちょっとお見せしましょう。これも私の患者さんの実際の生のデータです。30歳の女性で、まあ、ステロイドとかも使ってるんですが、ちょっと難しい病気があった。先ほど言ったようにおしっこのデータを見てみると尿タンパク1プラス同士ですね。こっちも1プラス、こっちも1プラス。でも実際には微妙に比重が違ったり検査のタイミングとか違うので、これよく細かく見てみると出てるタンパクの量全然違うんですね。左側は 2g 出てます。右側は 0.5g しか出てません。こういうブレが出てきます。その時の尿の希釈度、飲んだ水の量、いろいろ影響するんですが、それによってブレが出てくるので、健康診断で尿タンパク1プラス2プラスが出ちゃっても心配する必要がないかもしれないということだけ覚えておいてください。で、まあ、今日のメインテーマのその微量アルブミン尿っていうのもこの尿タンパクと同じように尿タンパクの一部分ですから、尿のアルブミンを測って尿のクレアチニンを測って割り算します。そうすることによって微量アルブミン尿、それが30を超えたときに微量アルブミン尿と言います。この図でいうとここに30未満って書いてありますね。30未満を超えて30から300の間は微量アルブミン尿と言います。そして300を超えてくると顕性アルブミン尿と言います。この30と300っていうのが境目になってるよっていうのを覚えておいていただければいいかなと思います。なんとなく、言葉の定義ですね。糖尿病性腎症、糖尿病性腎臓病、慢性腎不全、そして微量アルブミン尿、その辺の定義はお分かりいただけましたでしょうか。ちょっと後半に入る前に少しだけ休憩にしましょうかね。先ほどの